福島さんはアメリカではい。はインディアナポリスのレースとかは見に行かれたりはしないですか？インディアナポリスはね、ええマイナーリーグの試合見に行ったことあるんですよ。ー。で、レーおス場もね、ー。前を通ったりしたんですけども、コースね、実際見たことはないんですよ。ああ、そうですか。あ、でもその昔あれだ、ある雑誌の仕事で、もうすでに亡くなった、立松和平さんっていう作家の方と一緒に、アリゾナ州フェニックスに行ったことがあるんですよ。で、あれなんだっけな、レースカーの、テストコースを、やったことあります。ああ、そう、取材された ってそうことそうか。そう。ちょっと野球とは関係なくて、はい。やっぱアメリカではね、すごく自動車レース人気ありますからそうね。なんですよ。で、今回、日本ではあれですよね。初めて日本で、市街地レースを開催するわけなんですよね。そうですね。初めての市街地レースで、おまけにそれが電気自動車なんですよあ、ね。そうそう。これはなちょっかとな場か所面が白東京ビッグサイトの周辺らしくて、い。はい。場所もいいんですよね。そうですね。そう。なかなかアクセスもね、簡単はでい。すし、それにおまけに結構な観客動員数も期待できるということで、これで、調どうべいたらう、チケット枚数は1万から2万枚ぐらいなんですかね。そうなんですよね。意外とはたくさん入れないですよね。やっぱ引けイン防ディ止っアてナ、ことでしょうかね、多分。ただで作れてないと思うんですよね。な観るほ客席やど。なんかがね。ああ、なるほど。インディアナポリスなんかは10万人入りますからそうね。なん10で万す人以よ、上。本当。で、ものすごい、あれは確かインディアナポリスは世界一大きいスタジアムじゃないかあ、な。そうかもしれませんね。ねえ、世界一大きいスタジアムは自動車レースか競馬なんですよね。確かね。そっか。確かに、そうです。レース場の外観を見ただけでもびっくりするほどの大きでかな、さですレーよス場ね。でした。まあ、日本でもこういうことがこれから流行っうん。ていくのかもしれないし、あ、そうですまね。これあ、を機に。私はこの機にできれば東京ではないところでね、あ、やっはてほい。しいという感じもするんですけれどもね。うん、確かにそう見えますなんね。か東京に集まりすぎてるっていう感じもします。